昔はいつも満席だったそうです。映画が終わると必ず拍手が起こって、それが映画館の外まで聞こえてたそうです。いい時代があったんですね。時代が変わっちゃったんですかね。大黒座で自分の映画をかけたいっていう夢は子供なりに本気だったんだよ。わしらの好きな場所がこの町から消えてなくなる夢が分かっておるか。ごめんなさいおじいちゃん、私の代で大黒座閉館にしてしまって。大黒座は122年の歴史に幕を下ろします。あの写真の老人がいたんだよ。彼映画館の天使なんです。なんだこりゃ。